き上がるのがとても印象的で感動しました。まあ、そうですね、あの融合っていうことでやっぱりお客さんとかもいっぱい来るって思ってたので、やっぱりその中でやっぱり車椅子バスケットっていう魅力の、まあ、ぶつかり合いだったりとかっていうのをちょっと見せたかったので、まあ、そういった部分は見せれたのでよかったなというのは思うんですけど、やっぱりこんだけ応援もらってちょっと負けてしまったっていうのはちょっとキャプテンとしてちょっと申し訳なかったなっていう、まあ、次の大会では絶対に勝って、あのまた皆さんにいいところを見せたらいいなというふうに思ってます。悔しいの一言と、まあ、応援してくださった方にありがとうというありがとうございましたという気持ちです。すごく力になりました。自分たちが逆転されて5点差つけられた時に少し落ち込んだと思うんですけど、応援のおかげでまた持ち返すことができたので、ここは力になりました。